りのりのチャンネルスタート。チャオ、りのりのです。今日の企画はセキララ企画。この企画はですね、女性ゲストをお招きして、いろんなことをセキララに聞いていく企画となっております。第5回目ですね。今日のゲストはマイキャンチャンネルのマイキャンさんに来ていただきました。こんにちは、マイキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイキャンパイセンとはですね、最近お友達とかお知り合いになりまして。お知り合いね。お知り合いそうだねで、キャンパーとして YouTube をねされてるということで、今回コラボさせていただきまして、はい、今絶賛キャンプ真っ只中、キャンプ中なんですけど、そんな中ですね、このセキララ企画をやっていこうかなと思います。もうね、だいぶ自然界のリラックスと美味しいご飯を食べて、ちょっとねまったりしてるんですけど、いろんなことを聞いていきたいと思います。はい、はい、まったり。まずですね、今日私初めてキャンプを経験させていただいたんですけど、はい、もうね、動画は私の方でも、マイキャンチャンネルの方でも上がってるので、ぜひ見ていただきたいんですけど、めちゃくちゃ癒されるし、こう心が浄化されるというか、そんな気持ちになったんですけど、なんでそもそもキャンプを始めようって思ったんですか？経営者の仲間たちに最初誘ってもらったんですよ、はいはいはい、デジタルデトックスをしようって言われて、こうパソコンとか携帯とかをもう触らずに一日森の中、自然の中に行こうって言ってもらって、そこから YouTube 見たりとかして、キャンプとは何ぞやっていうのを勉強して、そこからキャンプしたら、すごいハマっちゃいましたね。もう1回目でハマっちゃいました。1回目でハマりました。あ、私も今ね、ものすごく気持ちがわかりました。でしょ？ハマっちゃいそうな。やったらわかる。気持ちいいだわ。ねー。そう。じゃあそれで今、何年キャンパー歴？今約4年ですね。4年か。長いっすね。4年やってます。YouTube はいつから始めたんですか？ YouTube は、2年前ぐらいですね。あ、2年間キャンパーやってて、それなんか YouTube やろうと思ったきっかけって何かあるんですか？もともと、キャンプを始めたタイミングで、成長記録として、インスタグラムを、写真を撮って、ケムインだわ。ケムインだわ。しかもね、マイキャンパイセンの方にばっか行くの。目が開けられなくなるんだわ。これキャンプあるあるなんで。これキャンプあるある。あるあるです。さっきもね、何？煙さと風の具合で回りながらご飯作る。回りながらご飯作る。これがキャンプなんですけど。なんだっけ？インスタ、インスタ。そう、インスタを、インスタを、やり始めて、で、インスタをこうやっていく中で、もっと動画とか、もうちょっと、リアルな感じで、写真じゃなくて、静止画じゃなくて、キャンプの楽しさを伝えていきたいなと思って、YouTube 始めました。なるほど。確かに、あれですよね、インスタグラムだと動画の長さとかもね、決まっちゃいますもんね。そうそうそう、そうなんですよ。YouTube はね、それがね、ないですからね。なるほど、なるほど。じゃあもうズバリ、キャンプの、いいところって何ですか？キャンプのいいところもいっぱいあるんですけど、本当の自分に帰れる場所。深いね。だと思ってます。深いっすね。でもわかるでしょ、なんとなく。そう、なんか、こう、いい意味で、携帯の電波がめちゃくちゃ悪いんですよ。そうそう悪くて。そうなんですよね。で、そのなんか今、後ろに見えるテントとかを、私初めてで組み立ててみようとか、目の前では火が今、焚き火が見えないんですけど、焚き火があってて、火を起こしたりとかしてて、もう時間あっという間ですよね。あっという間なんです。今もうね、何時か私わかんないですもん、来てから。ね、私もわかんないです。でも、ね、撮影もしつつ、キャンプ、組み立てて、火起こしして、ご飯作って食べてって。なんかめちゃくちゃ充実してますよね。結構あっという間に本当に夜になっちゃうから、パタ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 して、夜ただぼーっと焚き火を見てっていうのがなんかね、なんていうかこう何も考えてないんですよね。作業をして、なんか
焚き火見つめて終わるみたいな感じだから、うん、なんだろう、脳がすごくリセットされるんですよ、うんうんうん、まあ、なんか素の自分に戻れるとかこう、そうそう、ゼロになるって感じは確かにあるかも。ゼロになる。あとこの自然の中でね、うん、この緑の空気とか、うん、その太陽の昇り沈みとか、はい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 、普段東京とかにいると、うん、気にしないじゃないですか、太陽がどこにいるとか、てか分かんないですよね、分かんないよね、うん、鳥の声も聞こえないし、聞こえない。でちゃんと夏の夕方になってくるとカエルが鳴き出すと夕立が起きるんですよ。すごい。カエルが先に鳴くの。もう動物の本能というか習性ですね。そうそうそう、カエルが鳴き出したから夕立来るみたいな感じで、うんうん、夕立の準備をして、あ、それがもう目安になるんだ。そう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 。そうなんです。だから自然ってすごいなって思うこといっぱいあって、そう、なんかそういうのに気づけないから普段は。それがこう自然の中にいると、あ、人間って本来こうだよなってなんか思って癒される。私熊本出身で、うん、マイキャンパイセン宮崎出身で、はい、同じ九州なんですけど、うん、ちょっとなんか、うん、田舎帰ってきた感もありますよね。そう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 、なんか途中 の、 あの車のさ、うん、道の時がさ、うんうんうん、これ九州の九州の道路やんみたいなところ結構ありますよ ね、 ね、一緒よね。一緒一緒一緒、なんか山の中にいらっしゃる方たちはね、わ、うん、かると思うんですけど、うん、一緒なんですよね。一緒一緒、どこでもね、山の中は。今回ね、栃木に来てるんで、うん、まあ車で 3時間ぐらいですかね。そうですね、3時間の距離でこういう自然を味わえるんだなって、すごい、うん、本当いいなって。そうなんです、思いましたわ、本当に。そう、じゃあそう、私たちってあれじゃないですか、知り合ったきっかけって、うん、私が最近通わせていただいてるお尻の専門店のオーナー兼施術、うん、施術師さん、セラピスト、セラピストさん、はい、やっておりますなんですけど、はい、あのお尻の YouTube やんないんですか。お尻の YouTube はね、まだ、うん、考えてないですね。ああそうなんだ。あのお尻出しちゃうとバンされちゃうから。あ、そっか。そうなんです、 YouTube 向きじゃないかなとは思ってるんですよね。そっかそっか。あれでも私そこでもこの間 YouTube 撮らせていただいたんですけど、うん、ビフォーアフターがね分かるから、うん、なんかいい、いいですね、うん、興味がね、うん、湧くというか。そっか、じゃあとりあえず今はキャンプ、うん、YouTube はキャンプだけ、うん、まあ、完全にね趣味ですけどね、うん、 YouTube とかキャンプに関しては。そっかそっか、そう、収益とかも全部寄付してるんですよ。あ、そうなの。そう、収益にしてなくて、うん、あの自分の収益にしてなくて、うん、キャンプはもうプライベートって決めてるんで、うん、それはもう全部寄付してます。やだ。なんかさ、この間もさ、靴の話してたじゃないですか。なんでなんでそんな、なんでそんないい人なの。いい人っていうか、その、誰かのため、見えない誰かのためにやることって、うん、結構なんか、みんなわかりにくいというか、うん、なかなかやらないことだと、思うんですよね。それってなんかきっかけとかって、きっかけはでも、もう昔から世界平和が夢でっていうと、なんかもう、うん、アホみたいですけど本気でも本気で思ってるんだろうなって思ってて、もうなんか小さい頃から、あの小学校4年生ぐらいの時に、うん、テレビの前でポテトチップスを食べながらテレビを見てたら、うんうん、あのドキュメンタリーで、うん、あのストリートチルドレンのドキュメンタリーやってて、同じ年ぐらいの子がマンホールの下で生活してる様を見て、うんうん、いやもうなんて自分は幸せな国に生まれたんだって思ったんですよ。確かにね、うん、でそう、この国に生まれてこんな幸せな人生を歩ませてもらってるなら、うん、やっぱり何かする義務はもうあるなと思ってて、うん、だからちょっとでもできることはなんかしらみたいな感じですね。なんか手助けになってるかどうかわかんないんですけど、うんうん、なんかねちょっとしたことで笑顔な人が増えるなら、うんうん、困ってる人が笑顔になるなら、
嬉しいなって思います。これ多分普段絶対しかも言ってないですもんね、こういう言わない言ってないですね、こういう場がね、そう全然聞かれないと言わないですね。そうですよね、うんうん、そこもまたかっこいいんだよな。キャンプやるとあれですかね、心が広くなるかも、ね、うん、なるのかも。ちょっと今日 0.1 ミリぐらい分かりました。この空間を ね経験すると、うんうん、なんかちっちゃいこととかどうでもよくなりますね。そう、日常の、うん、もう一人で、うん、最初はあれですよね、誰かと一緒に行ってて、最初はそう、あの経営者仲間たちと、うん、あのキャンプギルドっていうのを作って、うん、キャンプギルドかっこいいね。キャンプギルド作ってそのメンバーで、うん、こうキャンプよく行ってて、でだんだんコロナとかになってみんな忙しくなってきちゃったから、はいはいはい、こうバタバタするから、うん、ソロで行くことが増えて、うんうんうん、ソロキャンパー最近は多いですね。ソロでやることが。女の子一人怖くないですか？あのね、初めてのキャンプ場とかはあんまり行きたくないですね、一人じゃ分かんないから、勝手が慣れてないんで、うんうん、もう行き慣れたキャンプ場でオーナーさんとかも自分のこと知ってくれてて、うんうん、ちゃんとケアをしてくれる、うんうん、あの人のいないところにやってくれたりとか、はい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 、危なくないようにちゃんと見ててくれるようなキャンプ場に行くと安心です。じゃあもうそういうとこはもう何か所かも知ってて、そう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 、そうだから女性キャンパーにはそういうのをおすすめします。最初は誰かと行って仲良くなって、キャンプ場の人たちとソロでも来ていいですかみたいなことを言って、うんうんうん、あ、ちゃんとケアしてあげるよっていうふうに言ってくれる管理人さんのいるキャンプ場、うんうん、ああなるほどね、うんうん、じゃあもうそういうなんかちゃんと整ってるところに行くから、うん、なんかなんだろう、変な話ナンパじゃないけど声かけられたりとかはないんだ、うん、ない、私はないですね。まあ、でもなんかそういう目的で使わなさそうっすもんね、この空間。そう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 、なんか普通に仲良くなることはあるんですか、横の人とかと。いや私はもう本当にないですね。いや私ないな、今ちょっと近い距離に隣さんいらっしゃるんですけど、うんうん、この距離にも張らないです。ソロだったらもっとすっごい遠くに行けます。あ、もう全然隠れる。あ、そういうこと。一人になりに来てるから、来てるから気になっちゃうし、うん、でしかも YouTube も撮るじゃないですか。あ、そうっすね、恥ずかしくない。で一人でこうやって撮って一人で喋って、喋って、うんうん、恥ずかしいから、うん、インスタも一人で撮ってるんで、自撮りしてるんで、うんうんうん、タイマーでってやって、うん、みたいなことやってるの。え、それでめちゃくちゃ綺麗な写真撮れとる、すごい。うん、そう、一人よ、全部あれ。そっか、自撮りなの。あれね、自撮りとは思えないですよ。全部自撮りなんです、私のインスタ。でも今日の撮影の感じも見てて思ったけど、もう慣れてますもんね、もう画角とか。はい、これの上に置いて、こうやって、こうやって、こうやって、みたいな。そうそう。普段はあのトランクを立てて、うん、トランクの上にこうやって乗せて。上に置いてね。そうそうそう。なるほど、なるほど。そっか。なんか、うん、キャンプの時に、あれ、BGM かけたりとかします？音楽聴いたりとかします？私は聞かないかも。もう、まあ、でも、次回からぜひリノイノちゃんの曲流しながら。私の曲なんかと癒しという感じが上がる感じよね。上がる系だから。あんま聞かないですね。こう自然の音、もったいなくなっちゃって自然の音聞いちゃう。確かにね。さっきあのラジオのさ、あれ、何ラジカセっていうの、ラジオ流してる人、そうだと流してる人で、うんうん、え、魔女の宅急便と思った。確かに。何ここ魔女の宅急便、うんうん、ラジオ流す人もいますね。めっちゃ雰囲気いいやんと思って。ね、そうそう。そうなんですよ。これあれですか、もし彼氏とかできたら、うんうん、一緒に来たい、一人、うん、一緒に来たい。あ、一緒に来たい、うん、さ、なんか私の目標は、うん、今ソロじゃないですか、うん、ソロで一人でやって、うん、次にカップルで二人キャンプをするんですよ、うん、で二人キャンプになっていったら、うん、結婚してからするじゃないですか、うんうん、ファミリーキャンプになるんですよ。どんどんね、そう、一人が二人に、二人がみたいな、 CM みたいじゃん。あ、でもそれ、そう、ファミリーキャンパーの人たちにすごい憧れてて、うんうんうん、いいなって思います。じゃあやっぱりもうなんだろう、うん、ここは私だけの領域って感じではなく、全然どんどんこう増やして増やしたいですね。なんかこうやっぱり理想は、うん、なんかこんな風に、うん、
こうぼーっとなんか黙っててもお互いリラックスしてるって状態が多分理想だと思うんで、それができる相手とね、いいですね、うん、だって黙ってても苦じゃない、うん、お互い存在はここにあるけど気にかけないみたいなのって、うんうん、そうそう、ある意味 ね、うん、最高の形ですよね。ですよね。確かに。でキャンプってそういうもんなんで、うん、うん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 、確かに。多分ねこれ回ってなかったら、うん、多分2人ともボーっとしてる。いやボーっとしてる、わかる。さっきマジこの椅子もね組み立てたんですけど、でねまたすごいですよね、組み立てるのも初心者でも組み立てれるぐらい簡単というか、うん、でねこの椅子にはね魔物がいて、うん、マジで座ると、うん、なんでこれ立ち上がりたくないんだろうね。そうなの、立ち上がれないんですよこの椅子。全然立ち上がれ、究極にリラックスできるように作られてるんで、全然立ち上がれないですね。マジで寝れるんですよここで。いや本当にこのままねぼーっとしてたら寝てる気がする。これまだねちょっと簡単な椅子なんですけど、うんうん、もっとあのこれすごい、いやそこまで高くない椅子で、うんうん、2万円とかする椅子もあるんです、うんうん、良さそう。すっごい寝れる。家の椅子でもさ2万円のってなかなか買わないよね。2万円するやつも、うん、寝れる。なんか将来は最終的に、うん、なんかもうキャンプみたいな生活が日常みたいなのとかも憧れあるんですか？あーなんかまだ若いからかもしれないんですけど、うん、でも都会も好きなんですよ。あーそうですよね。だってもう私たち上京してきて東京で生きていこうと思ってそうバリバリやってる。そうそうなのわけだから、東京のあのリズムだったりとかこう、うん、あのエネルギッシュに溢れてるあの街もすごく好きで、あの夢を追いかけてる人たちのね、うん、自分たちも含めて、うんうん、あの目標とか夢に向かってこう一生懸命生きてるっていう感覚もすごく好きで、うん、でもそればっかりだとやっぱり疲れちゃうから、たまにこういう自然に来て一気にリフレッシュして、うん、よしまた頑張ろうっていくのがすごい好きで、うんうん、多分将来もそんな感じ。生と動って感じですよね。そう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 、のメリハリが最も分かりやすい場所ですよね。そうだと、それなんか今日でちょっと私がね今思ってるのはね、これ帰った時に家に今日、うんうん、どう思うんだろうっていうのがめっちゃ気になります、ね、自分が、うんうん、どう思うんだろうね。そう、どう思うんですよいつも。ね、文明って素晴らしいと思う。あ、そっちね。そう、ベッド最高ってなる。あ多分あの今日寝て、はい、あのコット作ったコットとかで寝て、うん、寝袋で寝て、まあ、それも気持ちいいのよ、うん、で明日の朝、うん、あの朝最高って、もう自然の中最高とはなるんだけど、うん、やっぱり家に帰って、うん、布団に入るといやもうベッド最高だなってなります。順応性ありますね、私たち。あ、だからこっちの良さとそう日常の良さとこう、うん、分けてというか、そう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 、こう切り離して、そうだね、ガスってすげえなって思う、うん、確かにね、私今日ね火起こしちゃったから、そうファイヤースターターで火起こしちゃったから、帰り道に帰るじゃん、はい、こう山の中から東京に入ると、うん、人間がこれを作ったのみたいな感じのビルを見て、この建ててるビルって人間、そうそう、ってか首都高やばくねみたいになるってことに、そうそう、だってさっき車全然おらんかった。そうそう、どんどん車を、そうマジで思う、どん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 ね都会に戻っていく。なんか本当になんかゲームのあつ森とか、うんうん、シムシティとかの感覚だと思って、もうゼロからもうゼロを体験してるわけじゃない、うん、そっからで昔の原始人とかこうやってたわけで、うんうん、縄文時代の人だったりとか、ファイヤースターターないもんね、ないもん、もっと火打ち石よ、火で本当の石でカンカンやってたりとか、うん、こうこうやってやってたりとかするわけじゃないですか、うん、もっと大変だと思うんだけど、うん、そっから人間がこう、だから帰るまでの間で私たちは2000年とかをこう、ね、2000もっとか人間の進化を見る、進化を見るの、ね、そう、確かに確かに、それはなんか興奮します帰るとき。あーなんかそう、なるほどね、そう、あーもうずっとこっちがいいとかもうなく、もうな
なく、あ、まあまあ 2,3 日は痛いなと思いますけど、まあ、向こうは向こうとね、やっぱりエネルギッシュに、ね、2,3 日いたらいたでここの良さもなくなっちゃうかもしれないですもんね。そうなんですよ。じゃあもう今 YouTube もやってて、まああのあれじゃないですか、メディアとか雑誌とかもね、いろいろあれされてるじゃないですか、キャンパーとしても、はいはい、でもまあそういう時は仕事かと思うんですけど、うん、でもやっぱ仕事というよりかは自分のライフスタイルの一つ、うん、そうですね、趣味って感じ、うん、趣味です。うーん、楽しさがね伝わればいいなと思って、うん、SNS とかに関しては。確かに、でもこれで私もねこうやって経験させてもらって、うん、ではいいじゃんって思ってるんで、これで動画を見たりとかしてキャンプ始めましたっていうコメントとかあったらやっぱ嬉しい、嬉しい、嬉しいっすよね。嬉しいです。確かに、マイキャンさん見てキャンプ始めましたって言ってくれたら、うん、すごい大丈夫かしらと思う私ので大丈夫かしらなんかすげえ、うん、仕事の時あのお尻のお店行ってる時すげえチャキチャキしてるじゃないですか。そうなんですよ今日なんかね今日あれこれないかも、これないかもあれないなあれないない、そう基本あの本当の性格はこっちなんですよ。だからあ、だからそう仕事、あ、もう仕事っていう、そう仕事の時はまあもちろんもう一人の自分ですけど、うんうん、あのなんていうかね、セラピストとしての、マイキャンって感じですね。マイキャンではない、セラピストの、先の方ですね。なんか、あれですよね、突き詰めるの好きですよね。あ、そうかもしれないです、ね。だってそれこそ、サキさんの時って言ったらあれですけど、うんうん、ね、もうその、セラピストとしての歴史もめちゃくちゃ経歴も長いじゃないですか。うん、でいて、キャンプも、ね、4年間ずっと継続して続けてって、うん、動画撮って、うん、いろんなことやってって、うん、そうやって子供の頃からなんですか、突き詰める。いや全然もう三日坊主がすごい子でした。何も続かないし、もうご覧の通り適当な人なのであね、いい意味で、うん、ざっくりですよね。ざっくりよ、もう。いい意味でざっくり。トランクの中も汚いし、テントの中も汚いし、どうせ汚れるし、みたいな。うん、逆に私はピシッと、ピシッピシッピシッってしてる人よりかは好感持てましたけどね。よかった、ね。ちょっとなんか、なんていうんだろう、ピシッとしてると、ちょっと自分ルール多そうなイメージじゃないですか。はいはい、ここはちょっと、なんか、触らないで、じゃないけど、みたいなのがなかったから、すごいいい意味でも、うん、今日すごい良かったですね、本当に。そうなんですよ。だから、楽しんだもん勝ちなんでね、キャンプは。確かに。そう、何でもいいんですよ。楽しければ。楽しんだもん勝ちですね。じゃあ、キャンパー、マイキャンチャンネルとしては、うん、マイキャンとしては、キャンプを少しでも多くの人に知ってもらいたいっていう、うん。そうです。うん、なんか、発信したがりかもしれない。それで言うと、その、美尻とか、その、うんうん、マッサージとかの方も、うんうん、多くの人に健康になってもらいたいとか、うんうんうん、美尻の良さ知ってもらいたいとかっていう発信はずっと してきてたりとかしてたので、うんうん、そうそうそう、うんうんうん、なんか、多くの人に届けたいみたいなのは根本にあるかもしれない。なんか自分のためでありつつ、誰かのためっていうのが大きいですよね、そうなんでもね。そうですね、うんうん、やっぱ結構根本に誰かのためにがないと動けない人です。なるほど、うん、自分のためにはもうご覧の通り、ね、自分のためにはできないんですよ。確かに、だってねご飯も作ってくれてね、自分は一個二個なんですよね。で周りがえ美味しいって言って、うん、うちのスタッフとかが食べてるのを、うん、あよかったですっていう誰かの、これはいい奥さんになりますね。あ、うん、九州ってこういう感じなんじゃない。いや、そうね。ね。ちょっとでもそんな自分が嫌に、誰かのためにの方が、自分のためより誰かのための方が動ける自分嫌だなと思うとき、そうですね。あるけどね。ね。うん、うまく、まあ自分も大切にしてあげないと、そうおろそかに本当しがちな、部類になっちゃうから、九州女子たちは。あれはもう九州女子の特性なんですかね。特性だと思いますね。ないがしろにしちゃう自分を。そうなんでしょうね。悪くしちゃうとね。いいはいいんだけど、人のために動けるんだけど、だから私も人のためにやりすぎて体壊したりとか、あーしそう。そう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 、しちゃうんですよ。無理しちゃう。だから無理しちゃうよね、九州女子はね。しちゃう。
なんか家帰ってどっと疲れたとか、うん、なんか思ってなかった、たまりたまった、ここで自分バーンってなるみたいなね、ありますよね。そうそう、確かに。結婚願望あるんですか？あります、めっちゃあります。めっちゃあるんだ。めっちゃある。できるものにしたい。すぐにでもしたい。したい。あ、そんなんだ。なんかそうですね、お尻の時って見てるとね、うんうん、チャキチャキしてるから、なんかもう一人で、そう、一人で生きていきます。そう思われるんですよ、そうやって、うん、一人で思われてる、そうやって。違うの。そう、私そんなことないの。マイキャンは言う、そんなことないの。私そんなことないの。私だって結婚したいの。楽しみだな。楽しみだな、どうなるか。ねえ。ね。じゃあ1人から2人に増えてってことですね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。そうです、いつの日か。楽しみですね。じゃあ最後に、はい、なんか夢を、夢、うんうん、全部、全部の、うん、キャンプのじゃなくて、なんか全部聞きたい。夢は本当にいっぱいあって、うん、マジで世界平和なんですよ、うんうん、目指してるのはね、うん、自分が何かそう、世界が平和になったりとか、なんか戦争なくなったりとかするあれになったらいいなっていう風に思ってて、うんうんうん、なんかマッサージも、はい、あのマッサージを通して幸せになる人が増えたらいいなだし、うん、マッサージっていう職業を通して、うん、稼げる人たちをどんどん世界中に増やしていきたいと思ってやって。ああ、なるほど。マッサージを仕事で、そう、手に職は本当にもんなしでも始められるから、うん、そう、発展途上国とかの女性たちとかに手に職つけてもらって、うん、ホテルとかでマッサージをするような人になってもらいたい、うん、とかっていう野望を抱いてるんですけど、うん、とかキャンプとかを通してもやっぱ一緒で、キャンプを通して豊かに人生を送る人が増えてほしいなと思うし、うん、こうキャンプで稼いだ収益でなんか自分にできることできたらいいな。究極だから、なんか、なんだろうな、世界平和につながったらいいなと思って動いてます。世界平和のために動いてますって人、私初めて出会いましたよ。人生で。そうそうそう。父親がね、そういう人なんですよ。ほうほう。世界平和のために動いてる人なんで、父親が。じゃあやっぱ影響あったなと思います。でも父と一緒に暮らしたことはないので、うんうん、本当に血だと思うんですけど、うんうんうん、血ですね、遺伝。あ、大型の血液が、血液が、いや、なんか B 型らしいんですけど。違うやん。遺伝子、遺伝子、遺伝子、ね、DNA が私にそうさせるんだと思います。深いな。いや、またなんかぜひコラボしてください。ぜひ、はい、この適当な感じでよければ。私もちょっとキャンパーマジで始めようかなと思います。ね、うん、始めましょう。はい、ぜひ、はい。楽しみにしてます。はい、また何か。また何か。ぜひ。ぜひ。はい。ということで、今日のゲストは、はい、マイキャンチャンネルのマイキャンパイセンでした。マイキャンでした。なんか宣伝、YouTube チャンネルとインスタ。はい。マイキャンチャンネルっていうチャンネルと、インスタはマイキャンプスタイル。まあ、マイキャンで検索してもらえれば。出てくると思います、はい、概要にも貼っときます。お願いします、はい、ということで今日の動画はここまで。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。